国内で4種類目の新型コロナワクチンとなるノババックスの接種が仙台市でも今月下旬から始まりますノババックスのワクチンはファイザーやモデルナとは異なり従来のインフルエンザワクチンなどと同じ仕組みで副反応が比較的小さいと言われています仙台市は集団接種会場となっている青葉区の新東北ビルで 480人分の接種が可能になったと発表しました。接種は今月25日と来月16日に行われ、それぞれ2週間前から予約が可能です。県はアレルギー反応などを理由に3回目の接種を受けていない人を対象に始めていますが、仙台市は対象をアレルギーの有無にかかわらず18歳以上としています。なお、県全体では今月中に ノババックスのワクチン接種を希望する医療機関に1万2000人分が届く予定です。